チョンガウン、続く、炎上商法、が議論に。交通事故当時の写真を公開写真イコール汚染 D。E タレントのチョンガウンが自身の SNS をめぐる議論に、改めて立場を明らかにした。チョンガウンは21日、自身の SNS に、ちょっと楽しく。なんとか楽しい気持ちで生きてみましょう、と書き込みを掲載した。これに先立ち、チョンガウンは21日、自身の SNS に交通事故の写真を掲載し、これが議論になった。チョンガウンは、朝から事故を起こしました。残りの2018年はいいことだけあるでしょうね。と、自身が接触事故を起こした現場の写真を掲載した。チョンガウンの書き込みに一部のネットユーザーは、交通事故の写真まで SNS に掲載するのはあんまりだ、と指摘し、議論が起こった。写真イコールチョンガウンインスタグラム以前にもチョンガウンは母乳授乳の写真。子供の自己写真などを SNS に掲載し、続けて、炎上商法、議論が浮上していた。これにチョンガウンは、ちょっと楽しく、どうか楽しい気持ちで生きてみましょう。何がそんなに敏感なのか、鋭いアンテナは畳んでいきましょう。文句屋の皆さん、不便だったら、そのままちょっとお休みなさい。楽しく生きている方々に迷惑をかけずに。心を少しだけ多めにポジティブに考えましょう、と呼びかけた。チョンガウン、明日が怖い、突然の心境分に心配の声続々、チョンガウン、娘の事故。を SNS にアップし議論に、他の子に同じようなことがないようにと願って、と釈明。